吉田さん、物体にも意思が宿るということなのかもしれませんし、物体にも意思があるのかもしれませんよね。その量子力学の実験では、そうとでも考えないと理解できないっていうところまでその実験は極めたわけなんですよ。つまり観測者がいると、それを意識して物体物質はその性質を変えていくっていうことなんでしょうね、きっと。で、それを意識する人、観測する人がいなければそれは存在していないかもしれないってことなんですよ。まあ、例えば今ね、冥王星とか火星とか金星とかっていう惑星がありますけども、もしかしたらこれは私たちが観測したからこそそこに存在したのかもしれないってことなんですよ。つまりは、全ては私たちが生み出した、まあ、幻影なのかもしれませんよね。他者との関わりとか、それから自分の内側のものとか、全てがです。これは仏教にも通じることではあるんですけども、全て形のあるものは偽物だ、嘘だっていうことなんですよ。形のあるものね。で、形あるものはいずれは壊れるというふうなことを言った、まあ、昔のね、西洋文学の方もいらっしゃるように、確かに形のあるものっていうのは形を変えていく、変化させていく。だからもともとそこにはなかったものというふうに捉えることもできて、長期で捉えるとね。でも短期で捉えたら、ありがたいとか悔しいとか欲しいとかいらないとかって、さまざまな感情に私たちは翻弄されますからね。それが人間ドラマなのかもしれません。さあ、そしてですね、ここで映画の話をちょっと何点かしたいと思いますけども、3つですね。1つはね、宇宙戦艦ヤマト。宇宙戦艦ヤマトっていうストーリーは、乗組員がヤマトという宇宙船にいろんな思いをかけていくところが、まあ、すごくストーリーをね、形作ってるんだと思うんですよ。まるでヤマトに意思があるかのように動き出したりとか、ヤマトが乗組員を守ったりとか危機を救ったりっていうことなんですよね。だからあのヤマトっていう船体はもう変わらずに修理を重ねながらずっと時を経て50年存在してるんですよね。新型戦艦が出ても、で、廃艦になるんじゃなくてそのまま維持されてるっていう形です。いや、考えてみたら不思議ですよね。だからクラシックカーが未だに走ってるみたいな感じなんですよ。排ガス規制も受けずに。そして対比するにね、スタートレックっていう、まあ、アメリカの宇宙ものがあるんですけども、スタートレックに宇宙船に意思が宿るかっていうと、別に宿ってないっていう扱いなんですよ。というのが、スタートレックっていうのは、まあ、どこかでね、船体が破壊されて、どっか宇宙の彼方に木図になってしまうんですよ。でもその時に別のスタートレックのまた母艦が出てきて、そこに乗組員が乗り移るっていうシーンがあるんですよね。そこでは乗組員はちょっとは寂しそうな顔に見えるような表情をするんですけども、よし、新しい戦艦で頑張っていこうみたいになっていって切り替わっていくんですよね。ヤマトの場合は、ヤマトが自沈する最終回でね、自らの身を滅ぼして地球を守るみたいなラストシーンがあるんですけども、その後も実はそのヤマトは修理してまた復活したみたいなね、復活戦っていうのが最近始まったりとかしてるんですけどもね。だからあのヤマトがみんな好き、そこに意志があって、あのヤマトじゃないものはヤマトじゃないみたいになってるわけですよ。あの機動戦士ガンダムですらね、ずっとニューガンダムまでこう形を変えてやっていくのに、この物に対する愛着ってのは何なのかなと思うんですよ。で、そして次の映画なんですけども、ロッキーですね。ロッキーのファイナルではちょっとした意思を感じるところがあるんですよ。それはそれまで私が思っていた西洋文化とはまるで変わってきたっていうかね、世界中の文化を取り入れてうまいこと作ったなっていうところなんですけども、そこにはね、こういうセリフがあります。長い間同じところに住むと、その場所は自分自身になるっていうんですよ。まあ、シルベスター・サロン、ロッキーは流れ者として、フィラデルフィアの下町に流れ着いてきて、そこからゴロつきを始めながら、用心棒をしながらプロボクサーの道を駆け上って、そしてそのままプロとして引退していくわけなんですけども、そうやって過ごした町を友達のね、ポーリーと一緒に歩くシーンがあるんですけども、まあ、いろんな出会いがあって、いろんな人が去っていったし、戦ったし、死んでいったけども、でもずっとこの町だったよね、この町はまるで俺たちのようだな。そして今では閉店した店も、当時は美しく輝いていたし、ここで俺はエイドリアンと会ったんだよみたいなね、話をするわけですよ。昔住んでた家はここだみたいな感じでね。で、町に愛着を覚えてるんですよね。そこには完全に自分の意志が物体に宿っているっていうふうに見えていて、私たち東洋人向けなんですよね。
できっとその西洋の映画を見てる人にもそういった気持ちがだん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 こう伝わってきたから、そこに映画に組み入れられたのかなって想像するんですね。まあそれが2つ目です。3つ目は中国の少林寺の続編で新少林寺っていうのがあるんですよ。これはこの新少林寺の後に続編が作られてない、多分少林寺をもうまとめた作品になると思うんですけども、これはね、いろんな戦いの中で、国の将軍が最後ね少林寺に入門して、そこで新しい将軍に打ち倒されて死んでいくっていうシーンなんですけどもね、それまで将軍として、贅沢と法灯の限りを尽くして人を強いてあげてきたけども、悲しみに知った時に、自分が仏門に入った時に自らの愚かさに気づいてね、で仏に身を捧げることを遅ればせながら選んでいくわけなんですけども、せっかくそういうふうに改心したのに、かつての自分の部下が今度は新しい将軍として自分を襲いに来るっていうシーンなんですよね。でそこで、愚かな殺戮をやめなければ俺のように苦しむことになるっていうふうに諭すんですけども、血気盛んな新しい将軍はそんなこと意に介さず、かつての将軍上司を倒しに行くというシーンで、最後ね駆け上る大仏の上で戦って、そこで、打ち倒されるんですよ。新しい将軍がやっぱり最後には生き残ってしまうんですけども、打ち倒されたその元のね上司たる将軍は倒れていく姿の中で、その大仏の両手の上にね落ちていくんですよね。で両手に抱かれたまんま絶命するっていうシーンがあるんですけども、ずっとね無機質だと思われていたその大仏で、ずっとストーリーの中にそれが出てくるんですけども、私たち視聴者から見ても登場人物から見てもあんまり大仏が映らないんですよ。要するに感情移入できないんですよ、最後まで。で少林寺っていうとやっぱり仏門に結構みんなでね信心抱いていて、いや仏門ってありがたいもんだなと、大仏ってありがたいなと思うんですけども、そういうシーンが全くなくって、ラストシーンでだけ最後力尽きて倒れる将軍が行き着く先が大仏の手の中だったってところで、一気にねそれまでずっと抑えられていた感情が大仏に全部行くんですよね。最後に一番美味しいところをその大仏が持っていくってところで、ずっと無機質だった大仏に実は意志があったっていう風に私たちにメッセージを届けてくれるんですよ。と同時に新しい将軍はその姿を見て自分の愚かさに気づいて、涙を流しながらね少林寺を去っていくんですけども、自分の部下たちが法灯の限りを尽くして少林寺の僧を皆殺しにしてね、そして自分たちの部下もほとんど死んで誰もいなくなった、その死体だらけのところに将軍として俺は何をやってるんだろうかってところに気づきながら消えていくっていうシーンなんですけどね。なんかね、だから意志っていうのはきっと無意味なものを、無価値なものをなんか築き上げるんじゃないかなと、だから全てのものに私たちの意志が宿るんじゃないかなと、少なくともそう感じながら生きていくとなんかね新しい道を見つけられるんじゃないかなと思いまして、今回は、宿るというね、テーマでお話ししてみました。あなたは、どんなものに自分を宿らせていますか？愛車でしょうか？それとも、こんなコップでしょうか？ね。使い慣れてくるとね、これが壊れた時、捨てるのが惜しくなるっていうところもありますよね。いらっしゃい。